今日のご理解です。生神金光大臣御教えより、ご神君一つ。出産の時よかり者によかるより、神に心を任せよかれよ。大坪総一郎氏身にご理解より。よりかかってよりかからず、私は信者の皆さんに寄りかかっていますけれども、心では一つも寄りかかっていません。一心に頼り寄りかかれるのは神様だけです。神様任せですと言うても、心が不安定であるならまだまだ他の人や物や金によかっておる証拠です。神に心任せてよかれよということです。とうとう昨日の夕方、車の古いバッテリーを新しいバッテリーに交換させていただきました。そして今日からは新しいバッテリーで車が動き出しました。車というのは神様のお知らせにお得ということだと大坪総一郎先生は教えてくださいました。そこで私は神様から、それこそ新しい力の源というのでしょうか、何かしらそういうものをいただいたような感じがしております。何が何ということはないのですが、何かしらありがたいものを実感させていただいております。ありがとうございます。